皆さんこんにちは、ウェビックスタッフです。今回は ZX-25R で最高速アタックに挑戦し続けるトリックスターの取り組みに密着してきました。実は長い間この苦労の多かった活動を追いかけてきたウェビックスタッフですが、今回のテストでは 250cc にして驚異の後輪95馬力を達成、満を持して最高速アタックを行っていきます。今回の動画ではトリックスタースタッフたちの熱き戦いにフォーカスを当ててみました。ぜひ最後までご覧ください。そして動画の最後には市販予定のターボキットが装着された2号機のインプレをツルたちが行っていきます。まずはこれまでの経緯をまとめておこう。最初はターボなしで200キロの挑戦だった。エンジン内部には手を加えず、給排気チューンとコンピューターのセッティングのみにとどめた。しかしシェイクダウンの走行でいきなりメーター読み202キロをマーク。2021年5月3日のテストでは ZX-25R でメーター読み215キロ、実測205キロを達成。ターボなしの車両で後輪45馬力を発揮。開発から約半年で200キロを達成するとトリックスターはターボ化に乗り出す。鶴田代表は ZX-25R が発売された当初から250キロを目指しており、その実現のためにはエンジン内部のチューニングではなく、川崎らしく下級機によるパワーアップを目指したのだ。最初のチャレンジではブースト圧 0.5キロ、後輪58馬力となるセットアップで走行し、メーター225キロ、実測217キロと新たな領域に踏み出した。この1ヶ月後には後輪71馬力まで高めたセットアップで再び最高速に挑んだが、メーター226キロ、実測219キロと伸び悩む結果になった。実走行ではあまりのパワーアップにクラッチが滑り、本領を出し切れず終わった結果だ。そして今回の動画の舞台となる2022年3月21日に行われたターボ車両による3回目の最高速アタック。最終的にはブースト圧を調整し、後輪出力を95馬力までパワーアップさせることに成功。前回問題だったクラッチはプレートを1枚増やし、スプリングも強化することで万全の体制とした。それでは実際のアタックの様子をご覧ください。最初のアタック、序盤は鶴田氏が様子を見ながら何度か試乗しつつ最適なブースト圧を探り出していった。マロカッチで大体混んで、ああそんな下がっちゃうんですか。ちょっと上げますか。全開にしてんだけども上がっていかないかな。最初のテスト走行では鶴田氏がフィーリングをメカニックに伝え、ブースト圧を慎重にエンジンが壊れないように変更していく。この作業を繰り返すうちにメーター読みで223キロ、230キロ、実測では215キロから222キロと徐々に速度が上がっていった。しかしここで早くもクラッチが滑り始める。前回も同じトラブルで強化したクラッチだったが、何回かアタックを行うとクラッチが滑り始めてしまうようだ。タコメーターの動きに注目してほしい。パワーに耐えきれずクラッチが滑り、回転が上昇してしまっているのがわかる。まあ、今ちょっとクラッチが滑ってきちゃってるんですよね。だいぶそのブーストが我々が狙ってる
いいところに来てるんで、まあ、その状態でクラッチが今滑っちゃってるんで、もう一回そこをクラッチをしっかり、まあ、駆動できるようにして、でその、ブーストの上限までしっかりこうかけれれば、まあ、ある程度こうスピードは乗せれるんじゃないかなと思います。あとは山本選手できれば、まあ、いけるんじゃないかなと思いますけど、すぐさまメカニックがクラッチを交換、そして鶴田氏からメインライダーである山本選手へバトンが渡される。鶴田氏がブースト圧を調整し、かつ新品のクラッチを組み直した状態で山本選手がアタック。車両としては万全に近い状態でのアタックだが、果たしてどの程度の最高速が出るのか。最初の走行でいきなりメーター245キロ、実速236キロをマークし、速度はもはや 250cc とは思えない次元に突入した。この時エンジンは12000回転で頭打ち、ファイナルがロングすぎたためショート方向へ変更することになった。そして時間が限られる中、この日最後のアタック、メカニックや開発スタッフ、そして鶴田氏の思いを乗せてのスタートだ。サブコンやファンネルの開発、ターボ化、下級機の変更、そしてエンジンブローなど、これまで数多くのトラブルと戦い、パワーを出すために製品開発に情熱を費やしてきた。トリックスタースタッフ全員の思いを乗せてのラストランとなる。5速でバンクに侵入。バンク出口でギアを上げ6速へ。ここからストレートでアクセル全開をキープしつつ、最後の加速を目いっぱい伸ばし速度を乗せていく。山本選手、果たして250キロの大台を超えられるのか。お、どうした、お、何キロ？252キロ。252キロ、おお、やったファイナルの変更が功を奏し、250キロオーバーである252キロを達成。最初のアタックから1年半、ターボでは約半年にわたるこれまでの苦労の全てが報われた瞬間だ。排気量でいうと小排気量のカテゴリーと言われてもおかしくない 250cc のマシンで、異次元である250キロオーバーを達成。この奇跡の瞬間に立ち会えたウェビックスタッフも現場の興奮に高揚した。やったぜ、250キロ、イエーイ。
まあ、あの最終的にはねいい形で、結果、その250キロオーバーっていう我々の最大の目標には一応今回到達したんですけど、まあ私が最初こうチェックして、で最後山本選手がどんどんスピードを上げていって、いい結果をこう出してくれたんですけど、まあ、その乗ったフィーリングだったりだとかっていうところはちょっと山本選手に、聞いてみたいと思います。どうでしたか、山本選手。そうですね、まあ、オートポリスでかなり早くて、エンジン壊してしまって、まあ、今回はゆっくりゆっくり、フィリッツのところからやっていったんですけど、まあ、前回と違うところで言うと、オートポリスで壊れた影響で、それまで使っていたタービンが使えなかったということで、初期に使っていたタービンに戻っていたんですけど、まあ、それがやっぱりあまり良くなくて、で、割とこの速度出すまでにちょっと時間かかってしまったなというところがあります、ね。良くないというか、まあ、セッティングがうまく決まってないって感じだったよね。そうですね、うん、で前のオートポリスの方が良かったって感じだ ね、明らかにね、セッティングもできてたしね、はい。まあでもこれはこれでその今までやりたかったタービンのまあダメ出しというか、比較っていうのになったので、まあこのプロジェクトをやっていく中ではまあ意味のある一日でしたね。でまあそれでそっちのタービンを使って目標にしてた250キロ達成できたので、まあこれやっぱもっともっとでなってくるので、そのやっぱ一番良かったオートポレスの時とかやったら何キロ出ちゃうんだろうっていうのは乗ってるライダーとしてはすごく興味があります。まあ実測も行くだろうね、全然。そうですね。うん、やっぱり乗ってるやっぱフィーリングではまだその時に比べたら速度でパワー的にも遅いっていうふうに感じているので、まあフィンフィンのこの一番いい仕様で持ってきて、実際に実測250キロっていうのは、次達成したいなと思います。お、次もやる気？次ももうここまで来たら、ね、あと8キロまで、8キロ、7キロまで実測、もうすぐそこまで来てるので、やっぱ実測、まあメーターもやっぱすごくね、皆さんが見るところとしては大事なんですけど、実際のところまで、実際に250キロそこまでやっぱ行きたいなと思っているので、なんとかそこまでアタックしたいなと思います。こう、まあ、ZX-25R なんで、ちょっと ZX っぽい感じですと、まあ、6R まではちょっといかないかなっていう感じなんですけど、まあ、5R みたいな、まあ、6R に到達するぐらいの、アクセル上げた時のパワー感だったり、速度感っていうのはあって、まあ、それは鈴鹿でもそうでしたし、オートポリスもそうで、まあ、かなりその、大型ロッテ、ミドルの SS に近い乗り味なんですけど、またその、ターボの、キャラクターっていうものがあって、加速感って いくと、ミドル SS よりも唐突なものがあるので、なんか本当に、唯一無二というか、他にはない乗り味です。そうですね、まあ一通りこの最高速っていうところではある程度こう目星がついてきたんで、このターボを使ってより今度は皆さんにね楽しんでもらえるような、製品を作っていって、まあ、皆さんにこう楽しんでもらいたいな、ターボこんなに面白いんだよ、電気になる前にエンジンでこんだけ楽しめるんだよっていうところは、まあ、知っていただけるそのことをねやれたらなっていうふうに思ってますよね。はい、ということでトリックスターが開発してきたターボキットの販売が予定されている。そしてこの日その販売用のターボを搭載した2号機が用意されていた。今回250キロを目指したカリカリに突き詰めたものとは仕様が異なることはあらかじめお知り置きください。またまだ開発中なので仕様の変更があることを前提にご覧いただければ幸いです。それでは実際に鶴田氏が試乗してくれたのでインプレッションを聞いていこう。
うん、低回転からは全然こっちの方が乗りやすいんで。何キロ来てました？メーターですか、まあ、最高速はねそんなに引っ張ってないんですよ。200ちょいぐらいですけど、でも全然やっぱりこっちよりも加速感はすごくあるね、うん、トルク感というか、まあ、こっちの方が径が小さいんですよね、あのタービンの、だからすごくレスポンスもいいし扱いやすい感じですね。すごい楽しい持ってます。排気量がもう全然250とは思えないぐらい、うん、何 cc ぐらいの感覚ですか？そうだね、まあなんか550cc ぐらい、微妙な刻みますね。 550cc600 までいくとちょっと、それは SS とかね、うん、なんだろう、6R とか、はい、CBR の600とかね、600R とか、はい、あんな感じじゃないんだけど、ただ本当に650とかね、はい、CBR の650とか、忍者650とかよりはなんか元気あるとか伸び感もあるとか、それぐらいのなんかこう トルク感もあるし加速感もあるし、全域であるかな、まあ割とそうですね、まあここコースが広いんで、6000回転以下はあんまり見えてないんですけど、はい、でも、相当これ今ロングに振ってきてるんだけど、はい、十分加速するし、倍ってとこですね、排気量が。そうだね、うん、なんかフィーリング的にはそんな感じしますね。すごい楽しい、クーンとこう2サイクル、あ、2サイクルでありながらでもトルクもしっかりある、ね、1万手前ぐらいからビューンとしっかり、はい、でそうですね、いや、まあ、ブーストを動き出すのは6000過ぎぐらいからもう全然来てますね。で、もうその1万付近でこうターボがヒューヒューとこう吹いて、それがすごくこう右手に乗っかるような感じで、ちゃんとこう加速とブレーキ、エンブレに対して応答して、それはスタンダードじゃ絶対得られないような、まあ言うと H2 のユーキュルルンっていう感じのなんかフィーリングにもすごく似てるんですよ。吸気ならではそうだから乗っててね、はい、あ、これは面白いなっていう感じ、で1万からさらに1万2000ぐらい過ぎるとビヨンとこうまた2サイクルっぽいターボのね、はいはいはい、本当にこうさらにこう自乗したような加速感再現するんで面白いですね。これ発売いつ発売予定ですか？そうですね、なるべく早めにできるように、まあまだちょっといろいろとねやらなきゃいけないところあるんですけど、まあでもスタンダードのエンジンでこれだけできれば、まあこれで壊れなければね全然いいんじゃないかなと思うんですけどね、そこのさじ加減ですよね。はい、ということでいかがだったでしょうか。山本選手の言っていた ZX-R5 のようなバイク、鶴田氏の言っていた 550cc ぐらいのバイクというインプレッションが非常に ZX-25R ターボ仕様のパワー感を表しているなと感じました。また製品開発の大変さを現場で垣間見ることができました。こうやってたくさんの苦労やテストの上でパーツが作られているとは知りませんでした。全世界の ZX-25R ライダーが憧れるターボキット発売が待ち遠しいですね。ということで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。